S&D です。今日は2人組でできるスパイクの練習を行っていきます。2人で効率よくできて、かつ上達できるような流れになっている練習なので、ぜひやってみてください。
今日みたいな2人でできる練習っていっぱいあるんで、効率よく2人で実践に近いような練習ができればより上達につながるので、ぜひやってみてください、はい、レシーブバージョンもまた出すので、はい、そちらもぜひご覧ください、はい、おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。